初代ラウドン伯爵、ジョン・キャンベル初代ラウドン伯爵、ジョン・キャンベルは、新京都革命から、王政復古期のスコットランドの貴族、政治家、キャンベル氏族出身で、国民名役の一員でもあった。ジェームズ・キャンベルとジェイン・コルビル夫妻の子として誕生した。六百十九年に、義理の祖父にあたる初代ラウドンのキャンベル教が彼に、爵位を譲るべく脅威を知り添いたがただちに襲うことは、 なく、祖父の死去後の1622年に脅威を継承した。イングランド王権スコットランド王チャールズ・一世が即位後の1626年に執行法を制定した際は、国王に法律緩和の請願を行う施設の一人となった。これにより、国王の治遇を得たキャンベルは1633年に、ラウドン伯爵、タリン・モホリン教に上された。その後、キャンベルは、 国王チャールズ一世の宗教政策に反対して1638年に国民名約を結成、1640年の第二次主教戦争でイングランドへ侵攻、和睦後はスコットランド大法官に任命され、国王とスコットランド議会の仲介に当たった。しかし1642年5月に同族のアーガイル公爵、アーチボールド・ギャンベルの代理として、 チャールズ一世の元へ派遣されたとき、イングランド議会とチャールズ一世の争いで議会に正当性があるとのスコットランド議会の意向を伝え、国王の布教を買った。スコットランドへ戻ると、アーガイル公の補佐にあたり、1643年2月にチャールズ一世が滞在していたオックスフォードへ、施設として再度派遣され、スコットランド協会代表のアレクサンダー・ヘンダーソンと、 共に第一次イングランド内戦の仲介を買って出た。イングランド国境界を廃止して、スコットランドの長老制を導入することを条件にした提案だったが、王党派のスコットランド貴族、ハミルトン公爵、ジェームズ・ハミルトンの助言を受けた、チャールズ一世から拒否された上、2ヶ月オックスフォードで待たされた末に帰国した。以後は、議会派へ味方することになり、 厳粛な同盟と契約で1644年に設立したイングランドスコットランド合同の両王国委員会の委員に任命され、イングランドへ赴任した。そこで独立派、特にオリバー・クロムウェルの対等に不安を覚え、1644年12月3日にエセックス博、ロバート・デ・バルーの屋敷で、他のスコットランド委員と共にエセックス博とデンジル、ホリス。 フィリップ・ステープルトン、ブルストロード・ホワイトロックらと会談、クロムウェルを戦争先導者として告発する計画を協議したが、ホワイトロックから十分な証拠がないことを指摘され計画は失敗した。翌1645年1月に行われた、アクスブリッジでの国王,王との和睦交渉にヘンダーソンと、ローダーデール・ハクジョン・メートランドと共に出席、王党派のエドワード・ハイドに、 国王の説得を働きかけたが、国王が宗教で譲歩しないままだったため、和睦交渉も失敗した。スコットランド内戦で本国の名役派が、王党派のモントローズ公爵、ジェームズ・グラハムに脅かされ、8月15日のキルシスの戦いで、名役派がモントローズ公に惨敗したこともあって、立場は不安定になり、イングランドに駐屯している、スコットランド軍に、 本国救援を哀願するまでになった。内戦終盤で、チャールズ一世と名役派の和睦に取り掛かり、両者の同盟を策した、フランスの外交官に接触したり、1646年7月に、スコットランド軍に投降していた、チャールズ一世へ、改めて和睦受け入れを求めたが、拒否されたため議会派との交渉に移り、 国王の身柄の扱いでもめたが、スコットランド軍撤退と支払い金額で合意を取り付けた。翌1647年の和解契約には反対したものの、イングランド共和国とは敵対して、チャールズ2世を支持したが、1650年、第三次イングランド内戦のダンバーの戦いで敗れて、競利へ引退した。チャールズ2世支持を変えなかったにもかかわらず、 王政復古後の1662年に過酷な罰金刑を課せられ晩年は不遇だった。死去した年は1662年、または1663年とされはっきりしていない。妻マーガレットとの間に二男二女が生まれ、息子ジェイムズが借を継承した。ありがとうございます。